アイドズはドイツのディール社が中心となって開発中の潜水艦発射式の対空、対艦ミサイルである。潜水艦にとってはディッピングソナーや短魚雷を装備した対戦ヘリコプターは非常に大きな脅威である。ヘリによって時間の位置を補足されることで敵の水上艦艇から攻撃を受けるばかりかヘリ自身が搭載する短魚雷によって直接攻撃されることもある。 いずれの場合でも対空攻撃手段を持たない潜水艦からは対戦ヘリコプターを排除することができず対戦ヘリコプターからは隠れることが基本的な戦法であり発見された場合は大きな危険にさらされるアイリス T 空対空ミサイルを元に設計されたアイドズは主に対潜水艦船を実施するヘリコプターや水上戦闘艦を攻撃するための潜水艦用の 対空、対艦ミサイルであり、対地攻撃にも使用可能とされている。一本の魚雷発射艦に最大4本の本ミサイルが装填され、発射時にはこのうちの1本がピストンで押し出される。水中に出たミサイルは、ビブから光ファイバーケーブルを繰り出しながら、船体から数メートルほど離れると、固体ロケットモーターに点火されると同時に、誘導制御部が起動する。 この後、水中を上昇し水面から飛び上がると、あらかじめ設定された目標の距離と方位へと自ら飛翔するが、先端部の赤外線シーカーの誘導によって、空中や水上の熱源へそのまま突入する他に、光ファイバーケーブルを経由した赤外線シーカーの画像を発射管内でモニターすることで、手動で誘導することも可能とされる。基本的には、 小型の対空ミサイルであるアイドズは対戦ヘリコプターの撃墜には十分な破壊力を備えるが、そのままでは水上艦に優位な被害を与えるには破壊力が不足すると考えられる。メーカー側ではアイドズが持つ操縦者による誘導能力によって環境などに命中させることで敵艦の作戦継続能力を奪うなど、 対艦ミサイルとしての運用も可能だとしており、地上攻撃においても、同様に、レーダーサイトの脆弱な部分を狙うなどの方法を、用いることで、相応の被害を与えることが可能だとしている。2008年5月29日には、ドイツ海軍の 212A 型潜水艦 U-33 で発射に成功しており、フルスケールでの開発予算は2012年に、予定されている。 本開発計画には、ドイツ海軍だけでなく、パキスタン海軍、イスラエル海軍、南アフリカ海軍、韓国海軍が関心を寄せているとされる。212A 型潜水艦への搭載が予定されている。ありがとうございます。